皆さんこんにちは、のこです。今回もご視聴くださりありがとうございます。今回は横浜でとっても美味しいチーズ専門店でランチをしてきたので、そちらをシェアしたいと思います。チーズ好きさんは必見です。わ、すごい。昨日は妹と吉葉山を観光して、とっても綺麗な横浜のホテルに泊まりました。海を眺めながらおしゃれなレストランで検索してやってきたのがナビセルカフェです。ただのいるって大丈夫だと思うよ。ぐるってっていうか、かもしれない。まあ、妹と旅の思い出を話しながら30分くらい待っていました。時間以上は待つと思います。ということで別の場所に移動することにしました。雨の中歩きながら次は赤レンガ倉庫に向かいます。揺れると思うよ。あれだってほら、そうだね。こういうナイトクルージングとかランチクルージングしてみたい。乗るだけじゃなくて。こっちから行ったことないもん。駅からそのまま行くじゃん。すごいね。そう。駅でさ、疲れてたらさ、こういうとこ行ったかもしれない、ね。雨がすごいです。でもなんかすっごい濡れるほどじゃないからね、まだね。渡ろっか。お客様2名様来店です。すいません。
マスカルポーネ、クリームチーズ、ラクラット、あと、なんだか忘れたけど、チーズが6種類ぐらいありました、うん、で、パンも食べ放題です。まだメインディッシュは来てないんですけど、チーズとパンが美味しすぎて食べ過ぎてしまいました。ただいま取れたら。はい。あ、美味しそう。ね。デミグラス。ね。今までよろしければ頼みます。はい、お願いします。それではかけさせていただきます。はい、姉妹の旅いかがでしたでしょうか。皆さんがこの動画で私と一緒に楽しい時間を共有していただけたら嬉しいです。今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。では次回の動画まで See you!